What's up everyone? I'm Sora! ということで今週も Sora's 先輩クラブ始まりました。さまざまなジャンルの先輩方をゲストに迎えて、俺、アイムソラが深掘りしつつ世界に発信するワールドワイドな番組となっております。そして今週からも本当に素晴らしい、ゲストの方が来てくれています。大ベテラン先輩です。それでは早速お呼びいたしましょう。 Ladies and gentlemen, here comes the next 先輩、尾形めぐみさんです。はじめまして、尾形めぐみさん、はじめまして、よろしくお願いします。アイムソラです。よろしくお願いします。お願いします。アイム尾形です。そうですね、はい。とっても緊張しています。ああ、そうでしょう。本当にすごい緊張している。なぜかというと、やっぱ小さい頃からずっと聞いていた声の人なので、頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。私毎年何カ国は行くんですけど、本当は今年も年度内に4カ国行く予定になっていて、はい。まあ、でもなんかそういうふうに、まあ、この人生の前は、はい、いろんなところに直接行けて、はい、いろんな方とお話ができていたので、まあ、それができなくなってしまって、海外の皆さんにはお目にかかれないのかなと思っていたんですけど、まあ、このような形でお目にかかれる機会があったことはとても嬉しいなと思います。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はきっと見てくれてるみんなも喜んでくれてると思います。ということで、では早速第1部ということで進めていきたいんですけれども、はいはい、まず企画の説明をさせてください。どうぞ。その名も先輩 Thank you。 これから尾形さんに聞きたいことを10個これから質問します。はい。でその質問に対して尾形さんはまずは、軽く素早く答えてください。で素早く、はい、なるべく。でそれが終わった後に深掘りしたいなと思うのも思うものを、カミカミですね俺今日は。大変だ、圧がね。大変だ、すいません。はい、深掘りしたいなって思うものを俺がまたその後質問しに行きますので、はい、そんな感じでお願いできますでしょうか。お願いします。はい、よし。それでは先輩 Thank you、 行ってみよう。第1問目、小さい頃の夢は何でしょうか。数学の先生。おお、なんと。第2問目、なんで今の声優の仕事に就いたの、きっかけは何でしょうか。ミュージカル俳優やってたんですけど、腰を痛めて踊れなくなったので、その時にプロデューサーに勧めていただいてきました。なるほど。3問目、初めてのお給料は何に使いましたか。母と食事ですが、1000円だけ実はずっと今でもまだ取ってあります。すごい、すごいですね。そんなことなかなかないですね。4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時でしたか。続けようとあえて思うことがあるのだろうか、ちょっと分からないですが、はい、はい。5問目、ズバリお仕事でこれはやってしまったなとか失敗談はありますか。一番最初の大失敗は多分24時間制に慣れてなくて、はい、15時と5時を間違えて、聞き間違えて5時に行ってしまって、大遅刻をしたことでした。なるほど。そっか、2時間ずれてますもんね、はい。では6問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は何ですか。毎日ですね。あ、素晴らしいな。それでは7問目、この仕事に一番必要なことは何でしょうか。端的に言うと才能ですかね。なるほど。8問目、生まれ変わるなら何になりたいですか。男性声優、尾形めぐみ。なんとそれは見てみたい気もするし、なんかすごい質問返答が返ってきましたね。いや、はいはい、はい。9問目、はい、夢を目指している後輩たちに一言お願いします。いや、今までは違うことを多分言ってると思うけど、この時世で夢をまだ持てているというか、夢を持てているということは素晴らしいことだと思います、本当に。はい、ありがとうございます。そして最後、10年後の自分に一言どうぞお願いします。ああ、よく頑張って生きてきましたね。なるほど、結構シンプルでしたね最後は。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではですね、ここからちょっと、返答内容について深掘りを俺がしていきたいと思いますので、はい、お願いします。どうぞどうぞ。はい、まず小さい頃の夢が
数学教師ということで、はい、全く今のお仕事とは違うものですけれども、これはなぜ数学の教師になりたかったんですか？いや、ただ好きだったからです。数学が、はい、お勉強が好きだったということなんですか？その数学という科目だけが好きだった？割と別に好き嫌いがあるわけではなかったんですけど、はい、理数系が得意だったんですね。数学とか物理とか、はい、私学とかが特に好きで、はい、だったんで、数学って答えがはっきりしてるじゃないですか、黒か白か。そうですね。それがバスッと出るのが好きだったんで、やってみたら世の中はそんな白か黒かっていうことは何一つありませんでした。なるほど。すごい人生経験が語りますね。はいはい、ちなみに割とこのご家庭が音楽に縁のある家庭だというふうに、はい、まあ、ちょっとインタビューとかで見たことがあるんですけれども、はい、そんな感じだったんですか？そうですね。なんで全然芝居はしてなくて、はい、音楽だけはずっと逆に長くやってたんですけど。そうなんですね。例えばその音楽っていうのは小さい時はどんなことされてたんですか？いわゆるこう3歳からピアノみたいな感じのあれやっていましたけど、まあ、生まれる前から両親が音楽家だったので、はい、ずっとうちにレコードがずっと鳴っているようなうちだったので、まあ、胎教からずっと多分聞いていた。なるほど。じゃあ本当にもう生まれる前からやっぱり音楽が周りにあったんですね。そうですね。それがじゃあ今の音楽活動に続いているのかもしれない。ねえ、そうなんです。といえばすごいいいですけどね。なるほど。ちょっとですね、音楽はね、またちょっと別のところで深掘りしたいなと思いますので、はい、今の、まあ、声優のお仕事についてきっかけっていうのがすごいびっくりした内容が返ってきたんですけど、はい、ミュージカル俳優だったけれども腰を痛めてということで、これちょっともう少し詳しく教えていただけますか？中学の時の部活で、うん、椎間板ヘルニアになってしまって、でその時に中学に3週間入院したんですけど、はい、でそれがなんかちょっと疲れがたまると再発するようになってしまって、はい、でまあ、そのミュージカルを、まあ、仕事にするようになったんですけども、うん、そうすると1日6時間ぐらい踊ってるんですよね。そんなに踊るんですか？まあ、なんか稽古もそうですけど、それ以外にスタジオにも行くし、なんだかんだ言って結局トータルでそのぐらい踊ってるんですけど、うわ、そうするとなんかその疲れがたまって頻発するようになってしまって、うん、で最後の方にもうなんかもう本当にステージの初日にやっちゃって、もうダメだと思ってですね、はい、諦めたらその時にその時代にお世話になったプロデューサーの方とか、はい、演出家の方とかが舞台になんかそのたまにアンサンブルとかで男性役で上がったりとかするんですけど、うん、それで、まあ、ちょっと名前がある時もあったんですが、なんかそういう役で上がってる時にそういう花があるので、まあその声を生かして声優になったらいいんじゃないかっていうふうに進めていただいて、それでこちらに来ました。なるほど、そうだったんですね。はい、ちなみに、まあ声優になった後、やっぱり一番最初から男性役というのでやっておられましたが、はい、まあ、悠々白書の鞍馬という役、はい、まあ、本当に誰もがもうこの番組見てる誰もが知ってる作品で、キャラクターでっていうところだと思うんですけど、これやっぱりその女性でありながらいきなりこう男性役をやるっていう戸惑いだったりとか、そういうのは最初はなかったんですか？ないですね。あ、そうなんだ、うんうん、でもかつちょっと気になるのが、あんまりその女性で定年だったりとかある程度この年齢が上の男性役ってあんまりなかったかなと思っていて。そうですね、そのくらいの頃はね全然なかったですよね、うん、なんか自分のやったその幽遊白書の鞍馬っていう役が、はい、女性声優が高校生以上の男の子声変わりの後の役をやるのは、はい、最初からやるのは初めてっていう風に言われてやっていて、その前にドラゴンボールとかで眞子さんとか野沢雅子さんとかいらっしゃいましたけど、はい、小さい子の頃からやっていて、はい、大きくなったので、はい、そのままだったんですけど、それでやるのが初めてだという風に言っていただいていました、その時。すごいですね。でもそれ自分とは全然性別も違えばやっぱり年齢とか全部違う、もう全てが違う役をやるっていう上で苦悩とかはあったんじゃないですか、一番最初は。苦悩、はい、苦悩って何？例えばなんかこうなんだろうな、これ難しいなとか、この喋り方とか役作りでいいのかなとか。別に私が特別でもないし、うん、じゃあのんけだという人が本当に
男らしい面しかないのかっていうと、うんうん、そうでもないし、うんうん、空だってそうじゃん、なんか男らしい部分と、うん、ちょっと女性らしい部分と、うんうん、自分の中に混在してるじゃないですか。めちゃくちゃあります。そうでしょ、はい、うん、だからそういうもんだと思うんですよね、みんなね。それなんか比率がどのぐらいなのかとか、うんうん、なんかそういうものによってだったりするところは大きいと思いますけど。そっか、なるほど。でもね、ちなみに、まあ、そんな男性役をやりながら、まあ、緒方恵美さんといえばやはりこれですよ、レイアースという作品でエメロード姫を演じられてるじゃないですか。ソラはなんかいくつなの、ちょっと これはですねおかしくね、年齢詐称じゃねえの。あ、でもね、俺アニメがすごく好きでいろんなもの見てるんです。本当に。そうだからたくさん知ってます。まあ、イーグルという役で緒方さんというのはもちろん知っていたんですけど、はい、エメロード姫がまさか同じ方だとは思わなくて、あの最初小さい時って緒方恵美さんって2人いらっしゃるのかなって思ったんですよ。ありがとうございます。いやでもこれ全然違うじゃないですか、はい、それこそイーグルとエメロード姫、まあ、エメロード姫とクラマとか、これ一番最初にエメロード姫という役を、まあ、演じる時というか決まった時とか何かこうエピソードってありますか。ねえ、なぜ私のところに来たのかっていうことがまず分かりませんでした。はい、なるほどね。はい、オファーが来た時にあの事務所のデスクが、まあ、割と大手の事務所だったのでたくさんフロアにスタッフがいたんですけど、はい、そのデスクが電話を取って、えってすいません、もう一度確認なんですけれども、うちの緒方がそのお姫様役ですかって言った瞬間に周りがシーンってなって、はい、その当時なんでファックスで、はい、あのキャラ表がペラで来るそうですってみんなでこう見ていたら、はい、すごい可愛いお姫様の絵がわーってきたんで、はい、へーってすごい驚いたっていうなんかあのエピソードがあります。レイアースを見たことある人は全員その反応だったと思いますよ。はい、これはね、いろいろね、はい、本当に驚くべきことでしたね。ちょっとじゃあネタが変わりますが、初めてのお給料はお母さんと、ご飯に行かれて、今でも1000円は取ってあるというのは、これは、いや、この間たまたま出てきちゃっただけです。あ、なるほど。じゃあ一番最初のお給料でもらった時の1000円札ですか。そうです。なんかじゃあ1000円札とか、まあ振り込みだったので、はい、あの下ろしたんですけど、おあの給料が6000円とかだったんですよね、最初のね。1000円をその下ろした銀行の封筒に入れて、初めての1000円って書いてあって、すごい、なんかタイムカプセルみたいですね。それをどっかにしまっておいたんですよ。引っ越しをしたら出てきて、はい、あ、これはっていうのを最近気がつきました。あ、最近なんですか。はいはい。でもなかなか一番最初の1000円取ってあるのでないような気がします。なんとなくそういうのって、うん、なんか験担ぎみたいなのがあるんじゃないですか。なんかこう自分の最初に稼いだお金を、はい、こうちゃんと取ってったら増えるかもしれないじゃないですか。なるほど。それが増えたかどうか知らないけど、これも取っておくべきだった。これはすぐさまに使ってしまいました。何に使ったの。ゲームが大好きだからゲームを買っちゃって、はい、残念ながら一銭も残らず。いやー、そっか。ちなみに次なんですけど、はい、まあ、お仕事をしてきた中で失敗があったと、はい、で時間を間違えたと、はい、2時間ずれてしまったんですね。そうですね、はい。まあ、確かにでも24時間慣れてないと15時と5時とか ね、 結構ね、最初の頃はね、はい、それやっぱり怒られるんですか最初。当たり前でしょう。まあ、そうですね、当たり前でしょう。でもこの失敗ってやっぱりこんだけ長いキャリアをやられていてもまだやっぱりこうあるんですか。決まってるじゃないですかそんなもの、あるよそんなの。なるほど。あるでしょう。そういう時にちなみに結構こう落ち込んだりとか、うん、なんかこう辛いな、やめたいなとかと思うことってあるんですか。そこまでなんか失敗したことをきっかけにこうしてやろうとか、はい、こうだやっちゃったからこうなってやろうとか、うん、そういうふうに思ったらそれはもう失敗ではないじゃないですか。なるほど。失敗を糧に成長につなげるっていうことですね。そうですね。でもそんな方が仕事に一番必要なことは才能ということで、はい、これはなぜ才能なんでしょうか。才能って言ったのは、うん、才能という言葉自体にいろんなものが含まれているから言ったんであって、はい、うん、生まれ持っての部分は絶対ゼロではなく絶対ありますよ、はい、まずね、うん、あの、まあ、声優という仕事が、はい、続けていくっていうことが、うん、なんか才能の一つではないですかね。なるほど。なんか継続は力なんだ、はい、そしてこれ気になりました、生まれ変わるなら、はい、
男性声優になった尾形めぐみということで。いやだってさ、ぶっちゃけで言うよ、はい、男性声優ずるいでしょ。あの男性声優にとって美味しい場面だらけだから、声優業界は。なるほど。結構この男性のキャラクターで中性的な要素を持っていたりとか、少年とかっていうと何でしょうね、結構尾形めぐみさんって思ってる方も多いですよね。ありがとうございます。いや俺もそう思っています。最初のファーストインパクトは強いですね。そうですね。じゃあ10年後の自分に一言ということでおっしゃってましたけど、はい、結構シンプルな、はい、あの回答でしたね。いやだってこの後10年生きるの大変だよ。え、皆さんもそう思いませんか。この後10年大変だよ。そうですね。いやいやマジで、うん、ていうか来年まで生きていられるのかっていうところじゃないですか、まずね、うん、いやこれ間違いない話で、エンタメ業界の人は特に来年この場所にいられるかっていうことを、うん、多分エンタメ業界に生きてる人はほぼ全てそう思ってると思いますけど、うんうんうん、でもそれにしてもこのご時世の中で10年生きるというのはすごいことですよ。そうですね。はい、ありがとうございました。そこで切るんだ。はい、ちょっとごめんなさいね。時間が来ちゃいまして、やるな、そら。来週の時間が来ちゃいまして、ごめんなさい。ちょっとまた来週も尾形さんとの会がありますので、俺と一緒に See you next time っていう風に言って終わっていただけますでしょうか。 Yes、 Yes さん。 Oh Yes です。ありがとうございます。それでは一緒にお願いします。はい、せーの、 See you next time。 バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。